皆さん、こんにちは。レックスハイエース南大阪店営業の田川です。本日は新車小型ハイエースダーククライム2のグリーンディーゼルの2個をご紹介していきたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。こちら、トヨタセーフティーセンスがこちらの方についています。あとフロントスポイラーは、うちオリジナルのデルフィーのフロントスポイラーをつけています。あと車体自体はこちらも2インチローダウン、約5センチぐらい低くなっていますね。あとタイヤはフレックスオリジナルカラーのバルベログランデ17インチとグッドイヤーのナスカータイヤをつけています。運転席周りも見ていきましょう。はい、内装のこのインテリアパネルっていうのをフレックスで付けさせてもらってます。で、ハンドルも同じくコンビ同じ柄で付けています。あとパイオニア製のカロッツエリア7インチの SD ナビっていうのをもう元々付けさせてもらってます。あとバック入れるとバックモニターっていうのを、通常ですとこちら防眩ミラーの方にしか出ないんですけど、もう連動も最初からされているので大きい画面で見ることができます。はい、じゃあ続いて後ろです。バックモニターの位置っていうのがこちらについています。そしてこちらはバンタイプになるので、ワゴンと違って後ろにシートはついていません。貨物車になっています。そして荷物を積む場所にフレックスオリジナルのベッドキットを付けさせてもらってます。こちらのベッドキットっていうのは最近出た新しいバージョン2になりまして、通常のベッドキットよりも、少しお値段が高いんですが、よりフラット、角が丸まってないのでよりフラットな空間を作れるっていうのと、あとこういうステッチ、デザイン重視の方だとすごいこういうもので好まれます。はい、でベッドキットの高さ調節は前回もご紹介したんですけど、5段階調節できるので、一番上の高さだとここは約60センチぐらい開くので、かなり大きい荷物でも積むことができるのですごい便利です。はい、パースガイドドア、もうこちらの車両はついています。ダークプライム2になりますので、こういったシートカバーであったり天井が黒になっているので、ハイエース特有の商用車感というのが軽減されていて、すごいかっこいい仕様になっています。それでは今回の紹介はこちらで以上となりますので、もしこの動画でハイエースの方が気になれば、グッドボタンとチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。